男子走り高跳び予選の結果ですオリンピック初出場で去年の世界選手権8位の赤松一選手が決勝進決ました緊急地震速報です強い揺れに警戒してください,い緊急地震速報です強い揺れに警戒してください緊急地震速報です九州地方、中国地方、四国地方では強い揺れに警戒してください 倒れやすい家具などからは離れてくださいテーブルや机の下に隠れてください姿勢を低くして頭を守ってください震源が海底の場合すぐに津波が来る恐れがあります可能な限り沿岸にお住まいの皆さん海や川の近くから離れてください津波から避難する準備を始めておいてください緊急地震速報が九州地方中国地方四国地方に発表されました強い揺れに警戒をしてください 映像は宮崎県の日南市の現在の様子ですカメラは揺れていないようです揺れが収まった後もしくは揺れがなかったのかまだこの状況ではあの分かりませんけれども揺れは今ないような様子です宮崎市でも揺れは確認することはできませんただ緊急地震速報が九州地方、中国地方、四国地方に発表されています強い揺れへの警戒を続けてください 津波注意報が発表されました津波注意報が発表されました宮崎県と高知県に津波注意報が発表されました海岸や川の近くからは離れてください海岸や港川の河口からは離れてくださいそして震度の情報です震度6弱を観測しました宮崎県南部平野部で震度6弱です 午後4時43分ごろ九州地方で震度6弱を観測する強い地震がありました震度6弱宮崎県南部平野部震度5強が宮崎県南部山沿い鹿児島県大隅地方震度5弱宮崎県北部平野部鹿児島県薩摩地方で観測されています、えー、この地震により津波注意報が発表されています宮崎県と高知県です 宮崎県、津波第1波は到達とみられます。予想の高さは1メートル。高知県、すぐに津波が来ます。予想の高さは1メートルです。津波注意報が出た地域の皆さん、海岸や港、川の河口から離れてください。海で作業している方はすぐに中断をしてください。周りに釣り客などがいたら声をかけてください。先ほどの地震、震源地は日向灘、震源の深さは30キロ。 となっています震度6弱を宮崎県南部平野部震度5強が宮崎県南部山沿い鹿児島県大隅地方震度5弱宮崎県北部平野部鹿児島線鹿児島県薩摩地方となっていますではここで津波注意報の詳しい情報をお伝えします宮崎県と高知県に発表されていますがまず高知県についてお伝えします高知県第1波は 宮崎県に変わりました。宮崎県第1波は付箋に到達したと見られます。予想の高さは1メートル、宮崎市の中でも場所によって到達予想。宮崎県県内でも場所によって到達予想時刻には差があります。日南油津港では第1波の到達予想時刻午後4時50分宮崎港も4時50分。 日向市細島港では午後5時となっています現在の時刻は4時46分ですそして津波注意報は高知県にも発表されています高知県早いところでは津波はすぐに来ます予想される津波の高さは1メートルですその高知県の中でも室戸市では午後5時30分が第一波の到達予想時刻また高知市中土佐町では午後5時30分 高知港と佐々港5時40分となっています。この前のページを読めていないんですけれども、少し前のページに戻ることはできますでしょうか。え高知県内の土佐清水では第一波の到達予想時刻午後5時10分となっています。現在の時刻は4時47分です。発表されているのは津波注意報です。海岸や川の河口付近には近づかないでください。 今、いらっしゃるという方は離れてください海の様子、この後も決して見に行かないようになさってください観光客気づいてないかも夏休みですので観光でこの宮崎や高知を訪れている方もいるかもしれません揺れには気づいたとは思うんですけれどもあの津波注意報が出ていないことを 出ていることに気づいていない方もいるかもしれません。あの余裕がありましたら、地元の方、そういう方にも声をかけてあげてください。釣り客、観光客などに声をかけてあげてください。海でもしかしたらレジャーをしている方もいるかもしれません。えー、そういう方にも知らせてあげてください。ここででは、地震の市町村ごとの震度の情報もお伝えします。震度六弱が最大の震度でしたが、宮崎県の日南市で観測されました。 また震度5強が宮崎県の宮崎市、宮古の城市、福島市、鹿児島県の大崎町でした最大震度は6弱、宮崎県の日南市です建物が被害を受けている恐れがあります周りの安全を確かめてください このあもままた強く揺れる恐れるがあります耐震性の低い建物にいるという方はあの安全な場所、頑丈な建物に今、明るい間に移るようにしてください。